どうも、IS120% 男、ブス島です。同級生2実況プレイ、やっていきたいと思います。はい、ということで、いろいろ飛ばして1月1日という感じで、どうですか、今回、泉狙いということでね、まあ、その、小杖ちゃんとかも狙っておるんですけど、なんかね、なんかめっちゃ嫌われてますね。ちょっとね、そのあたりもまあ収録はしてるっちゃしてるんだけど、なんかね一瞬でパッて消えるからね、まあいっかみたいな感じになっちゃってるんですけど、まあまあまあいいでしょうというところでやってまいりましょう。よーということで元旦ですね。いいですね。もう泉のこの16色がまたたまらねえよな。っていうかさ、マジ綺麗だな、この晴れ着というかね。この16色で描かれたこれ帯といい模様といい、泉かわいいね。いいね。髪短いけどもうなんか後ろ結んじゃって、まあたまんねえなおい。ということでやっていきましょう。泉おお、きれいだ。いやマジできれいこれはいいね。どうせ着物がって言うんだろう。違うよ、泉がだよ。本当か。すごくきれい。おー、とりあえずおっぱい見とくか。これな、着物を着ると胸の大きさがわからなくなるな。確かにね、あの胸がちっちゃい方が着物はいいって言いますけど、あの体温体温な胸が出てるね和服もいいんではないでしょうか。うふほほほ、もう手突っ込みたいな。おい、もうとりあえず話すか。ブス島、明けましておめでとう。おめでとう泉、今年もいい年になるといいな。そうだね、お互いに。これ初詣でも行くか、これ一緒に。おお、行こうぜ行こうぜ。ブス島にどうしても見てもらいたくてさ。ブス島に会いに来てよかったよ。綺麗だって言ってくれたし。だって本当に綺麗なんだもの。ありがとう。おー、あ、赤くなってる。かわいいな、マジで。確かね、当時、俺、泉にドクッとやられた気がしますね。なんか、覚えてるわ。なんとなく。でもね、いいね。着物を着ると仕草まで可愛く見えてしまうな。もうね、コスチュームのね、魔力ですよ。これは恐ろしいぜ。いいね。今年もよろしくな、ブス島。あれで、ね、もう行っちゃうの。あ、何、初詣行かないの。これから家族と初詣に行くんだ。なんだよ、帰っちゃうのかよ。てん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 。なんかドキドキしちゃったな。いや、マジマジマジ。いや、すげえな、正月。楽しくなってきたじゃねえかよ、これ。さあ、ルンルン気分で行こうじゃねえか。すごく綺麗。おー、とりあえずおっぱい見とくか。これな、同級生2。はい、ということでこの動画を公開してる頃にはなぜ1月5日になってるかというのはまあ説明されてると思うんですけど、いやー、フラグ全然ダメでね。今回これね、あの一番最初に温泉行った時のこれ続きなんですけど、まあことごとく人に会えずこんな風になっていると言ったところですね。まあ説明はしてると思います、そこに関してはね、前の動画で。まあというわけでね、おそらくこれは泉の最終回の動画になってると思います。もういきなり飛んじゃってごめんなさい。この間ってあんまり何もないです、正直ね。まあ前のやつでね、前の動画でちゃんとそこら辺はやってると思いますけど、まあ失敗してしまって編集の力を使ってですね、こうやってるわけですよ。というわけで以前これね見たやつなんですけど、まあここでやっていきましょうというわけです。はい、ここ屋上です。ちなみにこのね、私来年から短大に行くぜよ。変だな。だからあなたと会えなくなる前にけじめを取りたいんだ。なんかすげえ日本語だなこれ。はあ、チェ、なんか変だったな。だ誰だ。もう一度最初からやり直してみるか。おお泉てん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 。ああ、なんだよ。いつからそこにいたんだ。おお、照れてる照れてる。たった今だ。てん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 。そうか、たった今か。泉、一人でブツブツ言ってたようだけど何してたんだ。ブス島くん、ブス島くんだと。ちょっと話があるの、気持ち悪いな。泉、いつもと喋り方が違うんでないかい。あら、そうかしら。気持ち悪いな、これはこれで。ほんと、気持ち悪いだよ。こっちへ来てくれるかしら。なんだよ、俺を殴るつもりだな。バカなこと言わないでよ。私はあなたと話がしたいって言ったでしょ。風は冷たいけど気持ちいいわね。まあな。
ここで話しましょうよ。泉のやつ一体どうしちゃったんだ気持ち悪い。あ、でもこのグラフィックいいね。ふう。でんでんでんで、ちょっと待ってね、今深呼吸してるから。おお、とりあえずおっぱいでかいな、意外とな。てん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 、まあ見てるけどさ、泉の胸なんか大きくなったようなもんだからじゃね、もしかしたら。横から見ると胸の大きさがよくわかる。よしよし、話すぞ。もうすぐ私たち卒業よね。うん、卒業したら今までみたいに会えなくなるでしょ。あのさ泉、何、言葉遣いどうしたの。てん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 、薄島くん、私は今年から短大生なのよ。それは知ってるけどさ、環境が変われば自分自身を変えなければならない時もあるわ。気持ち悪いな本当に。ふーん、そんなもんなのかな。まあ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 ね、旅行の時私が言った言葉覚えてるかしら。何、失敗しちゃったこと。え、ほらご飯食べた後になんかエロい気持ちになったことくらいしか覚えてねえな。ごちそうさまって言ったことか面白いな主人公お前。おい、ブス島、あ、これ泉っぽい、いいね。母、冗談だよ、友達のままじゃ嫌だって言ったでしょ。あ、覚えてるさ、ブス島くん、あれから何にも返事くれないわ。てん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 、私たちの関係ってあれだけでおしまいなのかしら。何ちょっと大人ぶってんのこれ。泉、何、今だけでいいからさ、いつもの言葉で喋ってくれよ。どうして、なんか泉と話してる気がしない。女の子なんだからこれが普通でしょ。いやいやいや違うんだよ、キャラクターっつうのがあってだな、泉は泉でいいんだよ、いつものままでな。これは俺の知ってる泉は確かに言葉遣いが男っぽいけど、てん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 、優しい女の子だってことはアホの俺でも分かってるつもりだぜ。全くその通りですね。てん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 、うん、いつも通りに話す、それでいい、それでいい。旅行に行って以来ずっとブス島のことばかり考えてたんだ。うん、考えたくなくてもブス島の顔が頭に浮かんでくるから。てん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 、私ブス島の気持ちが知りたい。俺の気持ち、私のことをどう思ってるのか知りたいんだ。あー、なるほど、とりあえずなんかねえか校舎に戻るはダメだな。私さ、前からブス島のことが好きなんだぜ。俺だって泉が好きだよ。友達としての好きじゃなくて異性として好きって意味だよ。てん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 、これ言われると困るよな。でもな、実際ゆいと一緒に腕を組んで学校に来た時、一日中その光景が頭から離れなかった。かなり重傷ですね俺ね。その割には俺たちを脅迫したぞ。いやもうツンだよツンね、ただの。今で言うとさ、この頃ツンデレなんて言葉なかったからまだ。うん、私をこんな気持ちにさせておいてヘラヘラしてるブス島が憎たらしかったのさ。俺ヘラヘラなんかしてなかったと思うけど、少なくとも私にはそう見えたの。おお怖い、もうめんどくせえな。ほら、そうやっていつも真面目な話を茶化すんだ。あー、そりゃ主人公悪いな。私絶対嫌だからな。え、このまま中途半端な関係で終わるのは。てん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 、ブス島とあんなことをしたから言ってるわけじゃないんだぜ。うん、確かにあの夜の出来事でブス島ももっと好きになったことは確かだけどさ、あれ慣れてないとさ、初めて風のお店行った時なんかね、そういうことしちゃうとなんか好きになっちゃいますよね。なんかね、男って単純だな本当にな。でん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 、私の気持ちは決まってるんだから、あとはブス島にはっきりしてほしいんだ。分かったよ泉。え、泉の言う通りはっきりさせるから。今じゃなくていいよ。はあ、返事を聞く心の準備ができてないんだ。私にとってすごく大切な問題だから。まあそういうことだな。始業式の日に返事を待ってるからさ。うん、悪いな、進路のこともあるのに余計な問題を押し付けちゃって。こういうところが泉好きですね。やっぱりなんていうのかな、分かってくれてる、場面を読んでるね、いいね。うん、いい子じゃないか。てん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 、はっきりさせてほしいか。てん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 、セックスフレンドでいたいって言ったら刺されるだろうな、きっと。ブス島はそれが一番いいです。もうめんどくせんを、ただまあするだけじゃなくてね、飯行ったり来るぐらいはしたり、出かけたりはしたいけど、なんかからかのっていう関係はめんどくさくて正直嫌っすねもう都合、お互い都合のいいっていうのが一番いいわ俺はまあいいや、よし、じゃあ他行くか。あ、もうツンだよツンね、ただの。今で言うとさ、この頃ツンデレなんて言葉なかったからまだ。同級生ツー、はい、ということで最終章ということでね、もう終章ですね。もうね、もういろいろあってもろ失敗しましたね
もうこの動画公開されてる頃にはもうね、いろいろ他のイベントもやってる動画じゃないかなというところで、これは最後の方に回しちゃいましたという感じです。はい、すいませんでした。もう編集の力偉大だね、お兄ちゃんということでね。てん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 、お兄ちゃんってば、うん、うるさいな、お兄ちゃん起きて、うん、なんだゆいかよ。ということで、この辺りはまあいつもと変わらないと思いますので、まあこの辺りはババッと飛ばしていきましょう。はい、ということで手紙が1通入ってるということで、もうこれも手紙パターンですね、もう完全ね。うん、お兄ちゃんどうしたの？なんでもない、早く教室行こうぜ。もう待ってたのはゆいだよと。まあこの辺りもまあ飛ばしていきますか。あら、まあ飛ばさなくてもいいか。お兄ちゃんみんな来てるみたいだねっていうことで、まあ飛ばしていこう。はい、ということで泉でございます。やってまいりましたね。今回手紙くれたのこいつだからな、間違いなくな。へえ、遅刻しないで来れたんだ。当たり前だわ、天道のことがないからしっかり遅刻するかと思ったよ。俺だって始業式ぐらいちゃんと来るさ。あれ、2学期の始業式はちゃんと来たっけ？憎まれ口で、この辺も変わらねえな、あんまりな。まあいいやいいや、まあ一気に飛ばすか、まだな。はい、ということでちょっとね、手紙の内容を飛ばしちゃったんですけど、弓道練習場に来いっていう手紙でした。裸足上ですね、これね。てん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 、やっぱり泉だろうな。そういえば泉と屋上で約束したんだっけ？始業式の日にはっきり返事してほしいって言われたんだよな。これですね。てん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 、教室でうだうだしても仕方がない、そろそろ職員室行こうかな、ということでここはカットしちゃいます。はい、ということで弓道場にやってまいりましたという感じです。さあやっていきましょう。よよ、やっぱりあの手紙泉だったんだ。だってさ、ブス島は約束忘れそうだから。つーか、でもこの同級生つって複数攻略した時、今回さ、たまたましくってさ、泉だけだったからいいけど、これ複数いる時めっちゃこれ断るのきついよな。今回はそこのシーンなしだから、今回はこのこれに関してはな。いいね、失礼だ、ちゃんと覚えてたぞ。てん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 、なんだよ、怖いんだよ、ブス島返事を聞くのが。セックスフレンドがお願いします。ダメっすかそれ。てん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 、昨日の夜は眠れなかったんだ泉、私友達のままじゃ嫌だよ。じゃあセフレでお願いします。やっぱ私が恋人じゃブス島嫌なんだろ。おお、これ今回は選ばないぞ、これはさすがに。あ、指が勝手にとかマウスがとか言わないか、今回はこれになるか、泉の変人になると、これにしましょうね。嫌なわけがないだろ。俺泉のことが好きだし。お、本当か。あ、喜んで泉の変人になるよ。てん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 、どうしたんだよ。嬉しくて言葉が出ない、嬉しくて言葉が出ない、こういう目に。あ、俺もしかしたら俺なんか、あるかな。でも嬉しくて言葉が出ない時、あ、でも割と最近あったっちゃあったな、それね。まあいいや、それはね、そのうち話すかな。おそらくその時は来るかもしれない、もしかしてね。うん、てん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 、言葉遣いとか絶対直すからさ。いや、そのままでいいです。いいよ、俺はそのままの泉が好きなんだ。こんな乱暴な言葉遣いじゃブス島がかわいそうだよ泉。え、無理しなくていいからさ、気楽に楽しく付き合おうぜ。うん、それが一番だよ。俺も自分を出すから泉もそうしてくれよ。てん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 、泉が自分を飾るなら俺だってそうしちゃうぜ。ダメだよ、私はありのままのブス島が好きなんだ。言われてみて、ありのまま出したら嫌われたからな。俺だって同じや、ズボラだしさ、いい加減だしさ、もう最悪だな俺な。うん、てん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 、ありがとうブス島、へ、こんな私を好きになってくれた。これも確かメモリアル CD のセリフなんだよ、俺なんか覚えてんだこの辺はな。可愛い女の子だよ泉は。てん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 、今日も多分寝れないだろうな。何幸せしてんのこいつら、本当に腹立つな。周囲の驚く顔を後目にブス島と泉は付き合い始めた。学園生活も残すところ数ヶ月であったが、二人はそれなりに青春を謳歌しているようである。やがて歳月は流れ、ブス島と泉が八十八学園を卒業する日がやってきた。泉は八十八学園卒業後、予定通り短期大学へ進学する。ブス島は進路の決まらぬままフリーターとなり、アルバイトに明け暮れる毎日を送っている。
やがて優し学園時代には何も言わなかった泉の両親が二人の交際に猛反対。まあそりゃそうだな。泉は大学を中退し家を出てブス島と共にアルバイトに励むことになった。あらあら、捨てたか実家を。泉は社長令嬢を捨てたが、今までと正反対のボロアパートで生活する泉とブス島。まあ本人はその方が幸せだったりするんだよな。でもね、金ないと辛いぞいつも言ってるけど最初のうちだけなんだよ。しかしその時泉は再認識をするのである。自分の人生にはブス島が必要であることを。たとえ汚く狭い部屋でも泉は今まで味わったことのない幸福感を感じていた。そして再び時は流れ、泉が妊娠し、それを機に泉の両親も2人の結婚をしぶしぶ承諾。いやーでもやっぱり孫できるとそういうもんなのかね。やっぱね、ブス島は1階の社員として篠原重工へ入社し、おお逆玉じゃん。生まれながらの口のうまさが認められ営業部へと配属される天職だね、まさにね。学歴はないが仕事もできるブス島はトントン拍子に出世をし、まあはっきり言って社会出て学歴って必要ない必要ないって言うけど、ある程度必要なんだよやっぱな。だけども学歴だけじゃなくって、学歴鼻にかけるやつはどうしようもねえけど、やっぱりね結果オンリーなんだよ。あの仕事っつうのは結局、まあ俺も偉そうに言える口じゃねえけど、頑張りました、頑張ってます、頑張ったじゃなくて結果出さなかった、そんなもん頑張ったうちに入んねえんだな。ああこれがやっぱり厳しいところで、頑張ったっていうその途中経過認められるのは学生だけだから。で学生でもテストの結果とか良くなかったらダメだから、まあはっきり言って結果出さなかったらそんなもん頑張ったうちに入ってないんだよ。時間の無駄だからね、言っちゃうけど、結果出してこそ頑張ったっていう話であって、その頑張り自体を否定するわけじゃないけど、頑張んなきゃ絶対結果なんか出ねえんだから。だけどその頑張る方向性間違って頑張ったってやっても無意味なんだな、やっぱな。うん、だからまあそれはね、俺ねなんかね、まあ仕事に限らずだけど、この YouTube のこういう活動してても、やっぱりその頑張る方向性っていうのを間違って頑張ってもやっぱ意味ねえっていうのがやっぱ自分の中であって、どうしたらいいんだろうってな、常に考えてますね。やっぱね、その偉そうなこと言えないけど、まだね収益化もできてないし、まあだけどもその頑張る方向っていうのはやっぱりね、うーんどうしようもない、うーんそういうのをちゃんと見極めないと、ただ単に無駄に時間だけ過ごしちゃうなって思っちゃいますね。まあ人に言われてカチンとくることもあるけど、でもそれがやっぱり一歩なんていうのかな、その人の意見だったり、それが全部合ってるわけじゃないけども、まあそういうのもあったりするんだろうなというところをね、なんかこのセリフでなんかそんな風に思っちゃいましたね。うん、やがて泉の父親も一目置く存在となっていくのであった。まあそういう風なもうサクセスストーリーで、もう同級生がとにかく不幸せなエンディングがないのが本当いいですね。泉は二人目の赤ん坊をあやしながら部屋でアルバムを眺めながら思っている。ブス島と出会えて本当に良かったと。たとえ貧しい時でもブス島と出会えたことに幸せを感じていた。アルバムのページをめくると二人の笑顔がいつもそこにある。そう、確かに二人は微笑んでいた。かけがえのない青春という時の中で、いいねこのフレーズも、しびれるわ。いいじゃないのね、今のセリフもね、たまに、おお、いいな、神田川が、いや、いいな、下の湯、いや、好きですね、いや、このエンディング、グラフィックいいな、これな、いやいや、まあ、銭湯、行きてえな、久々に、また、夕方ぐらいに行くといいね、銭湯はね、泉、かわいいな、やっぱ、令和になっても、かわいいわ、やっぱり、かわいいと美人は、年関係ねえな。年代な。かわいい。16色でもかわいい。いや、最高じゃねえかよ。なあ。いい、いいぞ、いいぞ、本当に。いや、なんかテンション上がる。あ、これもこれで結婚式ですか。私には全然ね、もう縁もゆかりもないものでございますもんな。携帯は、電話もでげえな、アンテナついて。移動か、この頃。移動だよな、確かこの頃バカでげえんだよ、とにかく携帯電話はな、自動車電話、あ、そのように先だったな。うん、俺は持ってなかったけど、これ持ってるの金持ちだけだったからね、急通並みに高かったからよ、電話代がね。いやいやいや、いいエンディングじゃねえか俺もな。いや幸せそうだ俺は、おい。
な、たまんねえな、おい。いいじゃねえかよな、幸せなね。まあ、いいエンディングじゃないでしょうか。はい、ということでね、今回ね、もう別撮りというかですね、もろ失敗しまして、泉しか落としておりませんというエンディングでございます。まあね、これが公開される頃にはなんか何があったのかっていうのはね、まあ他の動画で話してると思います。これかなり最後の方に来た動画ではないでしょうか。というところで泉エンドということで終わりにしたいかと思います。今回はじゃあこれくらいで、最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは、こういうブス島見せんなら見せて、ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。